岩見沢警察署一日警察署長の大山のぞみです。今回は警察や暴力追放センターだけではなく、国や各地方自治体が一丸となって暴力団を社会から排除する活動の一環として行っている三内運動プラスワンについてご紹介いたします。三内運動プラスワンとは、暴力団を利用しない、暴力団を恐れない、暴力団に金を出さない、暴力団と交際しないというものです。利用しないというのは、トラブル解決などに暴力団を頼ったりしないということです。恐れないというのは、暴力団のことを必要以上に恐れないということです。金を出さないというのは、どんな名目であろうと暴力団と知って金を払わないということです。プラスワンの交際しないというのは、あらゆる機会を使って接近する暴力団との交際をしないということです。三内運動プラスワンは、暴力団への活動資金の獲得を防ぎ、組織壊滅への有効な手段であるだけではなく、反社会勢力から自分の企業、仕事、家族、生活を守るためにも重要な運動です。ぜひとも今回紹介した三内運動プラスワンを合言葉に、暴力団の違法・不当な活動や犯罪被害に関することは、些細なことでも早期に警察に相談・通報する強い意志と勇気を持って、社会から暴力団を追放しましょう。岩見沢警察署一日警察署長の大山のぞみです。あなたの身近に犯罪の被害に遭われた方やその遺族の方が必ずいます。その方たちは声には出せないかもしれませんが、いろいろな傷を負っています。もしあなたの近くに犯罪被害者がいたら、被害に遭われた方の意向や気持ちを確認しながら対応してあげてください。話を無理やり聞き出そうとせず、話し始めたら責めたりせずに、じっくり聞いてあげてください。被害に遭われた方の生活に気を配ってあげてください。被害に遭われた方を支える自分自身の健康にも気をつけてください。一人一人が犯罪被害者の方などを支援する気持ちを持ちましょう。岩見沢警察署一日警察署長の大山のぞみです。秋はヒグマが冬眠に備えて活発に食料を探し回り、活動範囲が増える時期です。北海道のヒグマ生息個体数は年々増加傾向にあり、住宅街への出没や人を恐れない個体の出現など、ヒグマによる人身事故が懸念されております。登山やもみじ巡り、キノコ採りなど、ヒグマの生息域や出没情報がある場所への入山は大変危険ですので、慎重な行動をお願いします。